加須穴崎公園は、埼玉県加須市水心に位置する埼玉県営の都市公園である。1992年7月にプールを中心とした公園として開設された。夏季の大型レジャープールの他に、鯉の森、芝生広場、自然観察園などが所在し、四季を通して、その季節に応じた利用をすることができる公園である。この公園は、利根地域の田園的風景に育まれた水と緑を基調とし、青毛堀川の多目的遊水地事業との複合施設として計画された。このため、先に整備された埼玉県道370号北、中曽根北、大桑線より東側の公園敷地では、青毛堀川がこの公園と直接接しないものの、その北方を東へと流下し、現在整備中の埼玉県道370号北、中曽根北、大桑線より西側の公園敷地では、敷地の北側に接して東へと流下している。また、加須穴崎公園の北方の埼玉県道370号、北中曽根北大桑線、青毛堀川橋梁、二枚橋の北東側のたもとに、青毛堀川の記念碑が建立されている。公園敷地の南側では、針葉樹の並木の中を江川堀が東へと流下している。この周辺には、ふれあいの森、自然観察園、ため池、水田、野鳥観察小屋、野鳥の池などが所在している。現在、公園敷地の南側の園では、埼玉県道153号幸手久喜加須線の建設が計画されており、用地買収がなされている。加須穴崎公園と同敷地内に所在するプール施設は、本来、花咲、水上公園と称し、それぞれ別の施設ではあるが、同じ敷地内に所在するために混同され、加須穴崎、水上公園と称されることがある。ありがとうございます。